そんなんやってないんじゃない？やってないかも。あー、シズラー生きてー。シズラー大好き。それはなんか昔流行った、うん、スリラーな。いや、そこまで戻ってない違うシノラー覚えてねえのかよ。あ、シノラーか。シノラーか。それはド派手な服を着て街を練り歩くじゃねえあれ違ったっけ。いや、そのもっと違う表現がある。あ、じゃああれじゃないですか、あの白塗りの殿の格好する。志村ちょっと無理やり伸ばしちゃった。志村。志村。うん、このパーキングって何？こっちのパーキングの方がいいね。パーキング。何？パーキング。入れるよ。え？うん。どこ？一番手前。ああ。一番手。もうバックで入っちゃう。出る。いや、もうほら、もうお腹空いたもん。匂いで。ごめん、ご飯食べないの？今ね、食べたんすよ。ご飯。イエーイ。すっげー匂い。ムネさんのバーガー。バーガーって言ってね。どさくさに紛れて。ムネさんのバーガー。ま、なんだろうね、さっきいい海鮮を食べたんだそうですよ、魚食って、うん、うん、ですか。いや、もう、いいコンビだよ。いや、国際結婚。うん、胃の中で国際結婚しとる、こいつ。もう食い終わったうんうん、全然食った。いや、うまっ。化け物の速さ。さっきうまっ、うまっ、うわ、パタ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 、うまっ。自販機でコーヒー買ってるムネさん、怖かったです。怖かった。あれ、怖い部類に入る。いや、あれ怖えよ。あれ怖いです。本当？コーヒー、アイスコーヒーが飲みたかったんですよね。アイスコーヒーが良かった、ね、俺は。うん。アイスコーヒー飲みたかったのになーって言いながら、うん、アイスコーヒー買ってますよ、うん、しかも2つ大きいにも飲ましてあげようと、うん、ホットにしか見えなかった、俺目に入ったの。全然缶のね、日本の缶の下がちょっと赤かったから。そうだよね。文字より先に色で認識するんでしょうね。動物じゃん。不思議だよね。すごかった。冷たいの飲みたいな。ねえな。冷たーい。なんかすごい AD 感出てる。行ってきました。行ってきて、はい、東京の三大神宮、はい、三大神社、はい、ということで、うん、今日ちょっと、はい、何でしょう。こういう時に行った神社の名前を覚えていないのが彼。はい、はい、どこ行った。それは覚えてる。しかも俺さっき言ってたよ、何個も、うん、はい、一番最初に行ったのが
場所は言ってあげるよ。飯田橋は、まあ、付近神保町。はい。大丈夫です。東京大神宮。おぉ、はい、!2 軒目、どう行きましたか。出雲大社。おぉ。出雲大社には行ってない。うん。出雲大社、分家。分家あの字が読めないんだね、やっぱね。分岐。分岐。あー、あの、あれだ。高速のね。あの分岐。分岐いっぱい今日取ったから。そうだね。そうだね。まあまあ一旦置いといて。ああ最後は あピザだ。まあまあちょっとね、我々も今年、はい、まあ2年目ですか、1年半を今迎えてて、まあ今年2年目を迎える、うん、まあまだまだ出来たてほやほやのチームですが、週に3回配信をやって、うん、YouTube を上げて、うん、で頑張れる時にロケに行くっていう、うん、このスタンスを、うん、なるべく守りつつ、うん、各々一人一人の仕事も増やしつつ、うん、はい、今年も楽しんでいければなと、はい、思いますので、ぜひですね、今年も期待して面白い V を皆様にお届けしていきますので、うん、神の力を借りてね。そうですね。ちょっと待って、これ外すと書いてあるよ、うん、何がおみくじ的なことなのかな、うん、あ、そうなの。ちょっと閉める前にこれ多分それぞれ違うと思います。ごめんね、大きい閉めてるところ。いい。ちなみにこれ外すと私ですね、何事も経験です。今の苦しいこと、辛いことが未来であなたを支えます。経験は人生の宝です。なるほど。みんな一緒です。あ、先生一緒でした。まあそうですね、まあ俺の言い出したことなんてそんなもんですよ。だからこれもね、回覧板、変わらず、まあね、今年1年やっていこうと。絶対そうだと思ったんだよ俺。しまらないね。いや、いいらしいですよ。らしい、リーダーらしい。本当、じゃあ今年もね、まあ俺一つの目標として、お参りする際に遅刻はなるべくそれもやっぱね、遅刻はしない、居眠りはしない、暴言を吐かない、暴言は吐きます吐くの。僕は皆様の楽しみのために僕は暴言を吐くと。居眠りもします。居眠りもします。皆様の楽しみのためにだとしたら俺も遅刻しますからね。来た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 。何持ってるの。ここは最寄りだから取っちゃダメだって。大丈夫、全部モザイクかける。ちょっと、あ、結構反対よね。編集で違う、まあいいや。10時39分、あと飲むヨーグルトと青汁と魚肉ソーセージ食べてちょっとソーセージを。ここ亀の餌とか。おお、そうそう。遅刻しないお守りとかねえかな。あ、あるんじゃないですか。いや、自分だよ。それは己だよ。ちょっと聞いたのは、うん、まあ、遅れるの嫌だし、うん、金払えば遅刻していいかっていう考えが。クソ野郎。喋れよ。ピザハットはもうすごい、ここでピザ広げてたらもうもうビッグボーイよそれは。そんなやつアメリカでしか見たことない。見たことないよ。まあまあ一旦置いといて。ああ最後はあピザだ。じゃ あ早速出発しますか。早速出発しましょう。ちょっとマックかどっか寄ってくんね。お腹空いちゃったな。お前1ミリも反省してねえな。俺もね、回覧板じゃなければ、回覧板じゃなければって言ったらおかしい。これは確信犯です。これは確信犯です。